SNS 全部やめたいです。どうした？ SNS に飛び交う誹謗中傷はただの嫉妬ですが、充実した日常写真とか見てるのなんか辛くて、今が幸せなんですけど、SNS 見てるとなんか嫌な気持ちになりますって。なんとなくわかる。うん、友人のインスタでの投稿とか見れなくなっちゃうけど、SNS やめてもいいと思いますか？こんな質問ごめんなさい。だって。どうなんだろう？やめなくてもいいんじゃないかな。やめなくてもいいんじゃないの？ SNS。ライトにやればいいんじゃないの？もう。誹謗中傷見るのは俺も嫌だ。なんかもう、Twitter とかもう Yahoo のニュースのコメントとか見るのとか、もう最近もうヘキヘキとしてる。Twitter とかもう本当にもう、Yahoo コメとかもうヘキヘキとしてる。もう人が人をなんか関係もない人を自分の思ってたことにオブラートもかけずに、ただただこいつは嫌な人間なんだと人に知らしめるために書き込む言葉の数々とか、もうマジでちょっとたまに吐き気がする時あるから、うん、何も知らんやんお前らっていう、本当のことはっていう、あんなもうネットニュースなんていう片端だけを、なんかそれを実際に知ってるわけでもないやつが適当に書いた記事を見て、その対象の人を嫌うとかさ、人に嫌わせようとするとかいう、もうあの文化がもう気持ち悪くて、俺も見てらんないから、本当にもうコメント欄とかもう見ないようにしてる。もうなんかコメント欄を表示しないボタンとかなんかつけてほしいぐらい。もうマジでしょうもないなと思ってる。うん、でも人のいい素敵な写真とかなるべく見るようにしてるから、まあ嫉妬もしないし、うん。まあ俺の人生の方が楽しいなって思ったりしてるから、意外とな。うん。でもやっぱりほら、可愛い女の子の写真とか見たいだろ？最近すげえ可愛くね？みんなインスタの写真とかさ、TikTok とかみんなすげえ可愛くね？女子。何なのって思わない？街歩いてても思うんだ、最近。渋谷とかちょっと若すぎるけどな。恵比寿だ、代官山だ、青山だ、原宿だとかさ、歩いてると、まあ、みんな可愛いな、女の子な。俺のハードルが下がってんのか、世間のレベルが上がってんのか、それちょっと俺も何とも言えないんだけど、まあ可愛い子増えたな。で、男に関してはなんかまあ筋力落ちたな。うん、男子たちまあ筋力落ちてんな。なんかキョロい子多いな。うん、でも逆にフィジークみたいな、なんかスポーツやるわけでもないんだろうけど、やけにパーツパーツの筋肉が肥大してるやつ多いよな最近。うん、身体能力より筋肉量の方が多いマッチョが増えたよな、なんかな。面白いな、面白い分布になってきたな、日本人もな。